者、やめます、星に。現実世界に魔族なる奴らが湧き出てしまったために、現代兵器とか使って頑張っていたけど相手は魔法持ちだったために太刀打ちできませんでした、みたいな感じの世界があって、そこから魔法に適性を持つなんかわからないけどクソ強チート生命体作ろうぜってことで作られたクソ強人造生命体の勇者が主人公の漫画。この漫画はそんな感じでクソ強人造生命体を作ったけど結局現代社会や文化はガメをべらしてしまって、魔物だったりデミヒューマンみたいな奴らがいろいろ地球に根付いて、魔法がある異世界ファンタジーのような世界になったという感じのシナリオ。主人公は不老不死なので長年人族の勇者やっていたけどなんやかんやあって音楽性が合わなかったり宇宙が膨張しているみたいな理由から解散して、大企業の魔王軍に入ってそこでその企業が抱えている大企業病を解決する社外取締役を始めるといった、異世界ファンタジー風、取締役島工作みたいな感じの漫画。例えば、ワンマン経営で組織の企業理念が平社員まで徹底されていないとか縦組織なので横の伝達がうまくできないとかそんな感じの大企業とかマンモス企業が陥りやすいやつを一つずつ敏腕経営者の主人公が解決する漫画。作画がお上手でシナリオもよくできた大企業再編シナリオだし読みやすいしバトルシーンもある。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。